キリおい、貸せ。目標とは接触したはずだが、やけに静かだな。よし、もう少し接近するぞ。装備の確認は怠るなよ。失敗だ。次の段階に移らなきゃいけない。立体起動装置は壊れてねえな。女型の巨人を引きつけるぞ。あいつを捕らえる最後のチャンスだ。急いでくれ。よし、立体起動で女型の巨人に接近しよう。ボサッとしてんじゃねえ。行くぞ。逃がすかよ。絶対にここでとっ捕まえてやる。振りほどきやった。逃がさない、絶対に。女型の巨人が壁に近づいてるぞ。絶対に逃がすな。もうすぐ女型が壁に近づく。今度こそ仕留める。早く女型の巨人の背後を取るんだ。一気に仕留めちまうぞ。
みんな攻めかかれ。罠にかかった。やるなら今しかねえ。メガタの巨人を逃がすな。絶対にここから外へは行かせん。絶対に逃がすもんか。必ずここで捕獲する。決着をつける。必ず。まだあんなに体力が残ってやがるのか。畜生、どうしろってんだよ。けどきっと女型の巨人も疲弊してるはずだ。体勢を立て直して一斉に攻撃を仕掛けよう。今だ。お前ら一斉に来た。ここに一冊の日誌がある。ある兵士が残したというこの調査日誌は多くの人の手を渡り歩いてきたが、記録者たるその兵士がどのような人物であったのか、男性であったのか女性であったのかすらも、今となってはそれを知る術は残されていない。ゆえにここでは仮にその兵士を彼と呼ぶことにしよう。この日誌を通して紐解いていくのは、名もなき一人の兵士の戦いの記録である。今から100年以上前、この世界に巨人が現れた。巨人と人類との間には圧倒的な力の差が存在し、たちまち人類は絶滅の危機を迎えた。生き残った人類は巨人が越えられない強固な三重の壁、マリア、ローゼ、シーナを築き、安全な活動領域の確保に成功した。その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を。鳥かごの中に囚われていた屈辱を。巨人だ。
おい、立てるか。船まで走るんだ。100年の平和は突如出現した超大型巨人によって壁と共に破壊された。巨人の侵入を許した人類はウォールマリアを放棄、その活動領域をウォールローゼまで後退させた。シガンシナクに暮らしていたアルミン・アルレルト、ミカサ・アッカーマン、そしてエレン・イェーガーが第104期訓練兵団に入団したのは847年、巨人の襲来から2年後のことだった。巨人に全てを奪われた彼は避難船に乗り合わせた見知らぬ少年の言葉にある決意を固める。鎧の巨人への復讐を果たし故郷を取り戻す、その思いを遂げるため彼は第104期訓練兵団への入団を決めた。おい貴様、はっ、貴様は何者だ。シガンシナク出身、アルミン・アルレルトです。そうか、バカみてえな名前だな。親がつけたのか。祖父がつけてくれました。アルレルト、貴様は何しにここに来た。人類の勝利の役に立つためです。それは素晴らしいな。貴様は巨人の餌になってもらおう。三列目、後ろを向け。貴様は何者だ。トロストク出身、ジャン・キルシュタインです。貴様は何のためにここに来た。憲兵団に入って内地で暮らすためです。そうか、貴様は内地に行きたいのか。はい。おい、誰が座っていいと言った。こんなところでへこたれるものが憲兵団になどなれるものか。貴様は何者だ。そうか、お前もバカみてえな名前だな。アホ面下げてここに何しに来た。それは素晴らしいな。貴様には最前線で真っ先に巨人の前菜になってもらおう。第104期訓練兵団、よく聞いておけ。今の貴様らはせいぜい巨人の餌になるしかないただの家畜。そんな貴様らに我々が巨人と戦う術を叩き込んでやる。餌のまま死にたくなければ必死に食らいついてこい。今日は立体機動装置を使った実戦訓練を行う。出来の悪い奴は今からでも開拓しに移ってもらう。すぐに準備にかかれ。まずは立体機動術の基本、移動からだ。立体機動装置で目標地点まで移動しろ。遅い、
何をちんたらしている。難しそうだけど、みんな一緒に頑張ろうな。うん、開拓地域なんてごめんだからね。トーマス・ワグナー、できないなら貴様だけ歩いて移動するか。やってみせます。ビーナ・カロライナ、何をしている。そんなざまでは家畜以下だぞ。必ずやり遂げます。いつまでちんたらやっている。とっとと移動せんか。移動は貴様が1位だ。これで立派なおとりになれるぞ。次は巨人を模した目標を相手に戦闘の基本を学んでもらう。まずは小さい巨人からやってもらうぞ。巨人の弱点部位は理解しているな。そこに狙いを定めて確実に攻撃を当てろ。貴様は次の訓練に進め、他の者はそのまま攻撃訓練を続けろ。先に行かれちまった。やっぱり僕には向いてないのか。何をしている。早く移動して次の訓練に取り掛かれ。次は大型の巨人だ。巨人によっては攻撃すべき部位が複数ある。確実に狙え。今のはどうせまぐれだろう。もう一回攻撃してみろ。ああいい、及第点だ。大型の巨人は攻撃部位の素早い選定が肝だと覚えておけ。面倒な訓練だな。サボっちまうか。おい、さっさと次の訓練地点へ向かえ。やっと終わったか。クリスタ、少し休んでから行こうぜ。そんなこと言わないで頑張ろうよ。あなたを見習わないとね。あとは貴様だけだぞ。早く来い。これより本日最後の訓練を開始する。これから周囲に多数の目標が出現する。迅速に索敵し撃破せよ。それでは始め。俺が先に目標を見つけたら横取りすんじゃねえぞ。意外とぬるいことを言いますね。じゃあ獲物を奪うのに作法が必要ですか。そうだ、取られるお前が悪い。
中間成績を発表するぞ。まだ時間は残っている。総員、引き続き励め。なんかこういうのって燃えますよね。まるで神みたいです。たとえ訓練でもエレンを一人にはできない。おいおい、なんだよその立体軌道は。少しは俺を見習ったらどうだ。体動かすのは得意な方だけど、みんなの勢いに飲まれそうだ。技術を高めるため競争は必要だと思うけど、こんな訓練で実戦につながるのかな。苦手だけどしっかりやらないと。君も頑張ってね。巨人と戦えるってことを示してやる。お互い頑張ろうぜ。訓練ですらこんなにきついなんて、俺たち一人前になる前に死ぬんじゃ。訓練だからって手は抜くなよ。それが兵士としての責任ってやつだ。ついてくならミカサかライナーか。なんだお前かよ。今回の訓練の最優秀成績者を発表する。今回の訓練の最優秀成績者はお前だ。お前すごいんだな。この程度で浮かれるなよ。油断していると痛い目を見るぞ。これで本日の訓練は終了だ。希望する者は引き続き自主訓練を続けろ。大丈夫か。捕まれ、引っ張り上げる。今行く。無茶させやがって。焦って姿勢を崩したんだな。でも無事でよかったよ。戻ろうか。調子はどうだ。やってやる。貴様ら、やる気がないならさっさと荷物をまとめて開拓地にでも移ったらどうだ。トーマス・ワグナー、貴様のような無駄飯ぐらいでも人手不足の開拓地なら追い出されることはあるまい。ミーナ・カロライナ、貴様は豚小屋出身だったな。ならば豚として暮らすといい。巨人は豚を食わんからな。とはいえ家畜以下の貴様を豚が仲間に入れてくれるかは疑問だが。一生懸命やってるのに何もあそこまで言わなくても。しばらく立ち直れないよ。私本当に豚になろうかな。
それは諦めたくないよ。だけど今よりも訓練成績を上げるのは正直なところ難しい気もするんだよな。うん、全力で取り組んだ結果が今の成績なわけだし。あなたはどうすればいいと思う？仲間を見習う？確かに同期には優秀な人がたくさんいるんだし、みんなの長所を学べば兵士として成長できるかも。長所を学ぶか。それを意識して仲間と交流すればいろいろと得るものがありそうだな。よし、後でお互いの成果を報告し合おうぜ。お前が言い出したんだし、お前も付き合えよな。おい、もっと兵士を鍛えんとな。おい、そこの、さあ、お前だ、お前。ほれ、落とし物だぞ。これお前の日誌じゃねえのか？そうか、もう落とさねえように気をつけろよ。お前は104期の訓練兵だよな。いいってことよ、気にすんな。俺はハンネス、一応駐屯兵団の隊長をやってるもんだ。お前も104期の訓練兵だってんなら、エレン・イエーガーとか知ってるか？そうか、お前もエレンや俺たちと同じくシガンシナクにいたのか。シガンシナクといえば104期にはエレン以外にもミカサやアルミンってのがいるだろう。知ってるか？あいつらも肉親をなくしててな、今じゃ俺が親代わりみたいなもんだ。お前も同郷なんだし、困ったことがあれば俺を頼ってくれよ。おう、今度はエレンたちも連れてまた会いに来いよ。まあとにかくこれからよろしくな。それと悪いんだが、さっきの落とし物の中身少し見ちまったんだ。いや、いろんなことが細かく書いてあって驚いたぜ。
こういう観察力ってのは大事なもんだ。その日誌はきっと何かの役に立つと思うぜ。しっかり続けろよ。体力尽くしてるな。君か。もしかしてわざわざ今日のお礼を言いに来てくれたのかい？仲間を助けるのは兵士として当然のことだ。そんなことでいちいち気を使わなくていい。ライナー、ベルトルト、いるか？なんだお前らまで。俺たちに何か用か？二人とも立体機動装置の扱いがうまいだろう。頼む、
俺に教えてくれ。すまん、あまり役に立つ助言はできそうにないな。そうか。その君たちは三人ともシガンシナクの出身だよね。巨人の恐ろしさを知ってるのになぜ兵士を目指すの？僕は王政の無茶な領土奪還作戦で家族を失って、この状況を黙って見てるなんてできないと思ったから。二人はどこの出身なの？僕とライナーはウォルマリア南東の山奥の村出身なんだ。じゃあ、あの日村に連絡が届くよりも先に巨人が来たんだ。その後はよく覚えていない。内地勤務の憲兵団狙いで兵士を選んだけど、それがダメなら全てを放棄するかもしれない。僕には自分の意志がない。自分の命を大事にすることだって立派なことだよ。俺は帰れなくなった故郷に帰る。俺の中にあるのはこれだけだ。エレンはどうなんだ？俺は殺さなきゃならねえと思った。この手で巨人を皆殺しにしなきゃならねえって思ったんだ。で、お前はなんで兵士になろうと思ったんだ？そうか、お前もあそこにいたのか。俺の母さんも殺された、あの時にな。だから君は訓練兵を目指したんだね。ご両親の仇を討つために。そうなんだ。故郷を取り戻したいってのは俺と同じだ。目標のためにも今は訓練を乗り越えないとな。いつか叶う日は来るのかな。さあな。だが何もしなければ永遠にそのままだ。兵士にならなきゃ始まらねえしな。ああ、やってやるさ。やあ。ありがとう。やるわよ。調子はどうだ？ではこれより夜間特殊訓練を開始する。この訓練は普段とは異なり、個人の技量よりも班員同士の連携能力や作戦遂行能力を評価する。班分けは先ほど伝達した通りだ。準備が完了した班から指定の場所に移動せよ。以上だ。教官の言うことはよく分かんなかったけどよ。まあ余裕だと思うぜ。なんせ俺は天才だからな。普段の訓練とは違うみたいですけど、森のことなら私に任せてください。なんでこんな時間に訓練しないといけないんだよ。帰りて。教官は班の連携を評価すると言ってたけど、大丈夫かな。とにかくやってみないとわかんねえだろ。行こうぜ。さあ、なんでうまくいかねえんだ。みんな頑張ってるのによ。
もうガスも刃も残ってません。コディが突っ走るからですよ。こんな急ごしらえの班で連携なんて最初から無理だろう。このままじゃみんなバラバラになってしまう。どうにかしないと。そうだね、君の言う通りだ。まずは装備を万全にしておこうか。よし、それじゃあこの班の指揮をお前に任せたい。どうかな、みんなのペースを合わせるのが上手だと思うんだ。ありがとう。僕もできる限り協力するから何でも言ってくれ。それじゃあよろしく頼むよ。みんなでリーダーを支えてこの状況を挽回しよう。よし、他の連中を驚かせてやろうぜ。よし、ここから巻き返すぞ。けどまずは補給が必要だ。拠点を設営するんですよね。私の勘ではあそこが良さそうな気がします。開けた場所のようだし可能性は高いかもな。行ってみよう。これが実戦だったら俺たちとっくに死んでるんじゃねえか。じゃあここで失敗しといてよかっただろ。確か刃やガスを補給できる場所を作るんだったよな。ああ、その通りだ。実戦でも補給できる場所は大事だからね。これで刃もガスも補給できましたね。集合地点に急ぎましょう。待ってくれ、不測の事態に備えてもう一箇所拠点を設営しておこう。またコリに突っ走られたら俺たちは教官に。悪かったよ、もう死ねえって。急いで拠点を作れ。これで予備の拠点もできたな。今度こそ集合場所に急ぎましょう。ここが拠点さ。最後だ。何をちんたらやっておった。申し訳ありません。まあいい。では次は巨人に一斉に攻撃を行う訓練だ。ダズ、頼んだ。コニー、任せていいな。分かった。貴様らはすでに出遅れている。すぐに始めろ。お前が合図してくれ。合図をしたら一斉に目標を攻撃するんだ。みんなで V を狙って一気に倒しましょう。私たち息ぴったりですね。ま、天才の俺がいるからな。コニー、さっきそれで突っ走って失敗しただろう。またガス切れになるのは勘弁してくれよ。ある程度はできるようだな。これより最終訓練を開始する。訓練用模型が森の中に多数出現する。迅速に索敵し討伐せよ。
破壊した部位の数が評価対象となる。ハンデ協力し、より多くの部位を破壊しろ。それでは、始め。頼んだ。オニ、任せていいな。任せとけ。マサ、頼んだ。やります。おい、エレン、同じ班なんだから足引っ張んじゃねえぞ。なんだと。じゃあ、てめえこそ足引っ張んなよ。ガスと刃を切らしたと聞いていたが、ここまで盛り返すと。奴らをまとめているのはあいつか。おい、これ俺たち2戦いってるんじゃねえか。やれるぞ。きっとお前がうまくみんなに合わせてくれてるからだ。さて、頼む。マルコ、任せていいな。任されました。ダズ、頼んだ。刃が使えなくなる前に乾燥しろよ。合わせるのが相当うまいんだな。私たちのことをよく見てますよ。本当だな、いい感じだぜ。確かに最初から任せときゃよかったな。中間成績を発表する。まだ時間は残っている。気合を入れ直せ。これは勝てるぞ。まだ勝負はついてません。油断しないでください。そうだよ、アシャの言う通りだ。ああ、最後まで油断せずに頑張ろう。パサ、任せていいな。任されました。マルコ、頼んだ。分かった。おい、アルミン、いいな。それで全力なのかよ。トロい奴らだな。ごめん。私、足手まといになってるかな。もうすぐ終了だ。最後まで力を尽くせ。それぞれが自分の役目を果たせばいい。ハンデの訓練なんだからな。アルミ、ミーナ、この調子だ。ありがとう、ライナー。マルコ、任せていい。うん、頑張るよ。やります。お優しいね。トニー、兄、一人で突っ走らないで。突っ走ってるのはあんただよ。この班怖いな。エレン、何やってんだ。今回の訓練の最優秀班を発表する。今回の訓練の最優秀班は貴様らの班だ。やった、お前のおかげだ。よっしゃ、やっぱ俺天才かもな。私たちやりましたね。一時はどうなるかと。とりあえずよかった。訓練はこれで終了だ。各自戻って体を休めろ。解散。本気の訓練兵は粒が揃っていますね。これは期待できそうです。アッカーマンをはじめ
成績上位陣はほぼ決まりでしょうか。確かに見どころのある兵士は多いな。だが兵士としての能力は個人の技術だけでは測れん。巨人との戦いは常に複数人で行うものだ。他の兵士との連携がより重要になる場合もある。それを実現できる素質を持った者がいるかを見極めるのが今回の訓練の目的だった。お前のおかげでなんとか挽回できたよ。ありがとう。マルコもさすがでしたけど、あなたのおかげでいつも以上に力が出せた気がします。実際即座に他の者をまとめ上げ、その能力を引き出せる兵士は決して多くはない。だが今回はその稀有な素質を持った者がいたようだ。